なんか仲良くなろうみたいな感じでなんか喋ってたのに、その後のマイクラ配信でなんか俺の家ぶっ壊してなかった。いや、なんか切り抜きで見たんですけど、まあ、絶対その話は今日来るだろうなって覚悟してきたけど、うん、この話は絶対にしなきゃいけないなと思いながら今日来たもん。それはね、ごめん。なんかお酒飲んでたのか分かんないけど、ねえ、なんかね、それは言い逃れできない。狭いだのダサいだのなんかめちゃくちゃ言ってくれてたみたいで、いや、まあでも狭いは事実だったし、一人暮らしってあんなもんよ。でもいや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 、一人暮らしもベッドぐらいは置くだろう。残り45秒。あ、ベッド置いてなかったっけ。うん、なんかそう、なんか入り口にさ看板立ててあったんだけど、リングが近いだね。残り時間30秒。そうだっけ、立花ひなの大切にしろよみたいな。ああ、書いたかも。そう、ちょっとね、それもね、あんまり覚えてないんだよね。なんかあの時レイド君酔ってたんでしょ。まあでも G、 まあ別に大切にしろよは大切にした方がいいからね。まあ、間違ってはいないけどさ、まあ、無理に扱うあれはしないけれども、そうだよね。あ、タボチャ作れるってさ、やっぱ謝ることないわ。まあ家もな、壊したっていうか、まあリフォームみたいなのがあるから。うわー、出たよ。いじめ側のあれだよ。いや、いじめてたつもりはないけど、俺はただにぎやかしのつもりでやってただけだからみたいな、楽しんでもらいたくて。いやいやいや、え、実際見た、そのリフォーム後の家。うん、なんかちょっと窓がね開いててみたいな。そうそうそう、確かに、まあいい感じにはなってたけれども、いやいや、え、でもそれってさ、家主の了承を得てからじゃないの、リフォーム。いや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 、友達やん。友達だけどさ、友達の家勝手に壊して窓を作っちゃう。結構だよ。まあまあまあ、 YouTuber みたいでおもろいやん。あ、いる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 。まあね、